はい、皆さんこんにちは、星空の招待席の時間です。はい、関係ないけどね、今日すごいことがありました。お、今日ね、お昼カツサンド食べたのね、うん、で基本的に歯がない人はカツサンド食えないっていう、うん、で1本だけあった歯が邪魔しててますます食えなかった、うん、でその1本がなくなった瞬間、うん、カツサンド食えた。あ、分かったことね、カツは飲み物です。なんかそんな店あったよ確か。だけどね、うん、本当にね、カツカレー食えるなと思った、はいはい、カツ丼も食えるなとか思った、うん、要するに歯茎で食うんだ、うちのじいちゃんタイプ。うん、死んだじいちゃんは歯茎が強くて、歯茎はね、はいはい、歯茎で何でも食ってた、うん、でも一番好きだったのはうなぎだったんだけどね、三越のうなぎは歯がいらないで最初からねえだろって言ったの。まあそんな関係ないね、もうね、天寿全うするまで歯なしでね、うん、入れ歯もなしで食ってました。うん、もう俺はね、入れ歯をね、あの入れるつもりなんだけど、今ちょっとね、まだね、うん、ポリフィリップ関係のこと53秒になっちゃった。そうですか。はい、はい、じゃあそうそうです、関係なかったね。はい、はい、行きますよ、はい、星空の招待席。どうしても言いたかったんで、うん、はい、それでね、もう一つ大事なことですね、はい、何なんか変なの来た、私は恋しいですとか言うのかもしれない。知らねえよ。あのね、今日俺が言いたいのはね、はいはい、YouTube 見てて、うん、あの YouTube の中のね、科学とかさ、宇宙とかあるんじゃない、あるある、あれってね、面白いのもあるんだけど、俺が疑問に思うことがあるんだな、うんうん、これは今の天文学全部言ってるんだけど、うん、惑星とかそういうので生命がね、誕生できる可能性で、ハブタビルゾーンってあるんじゃない、うん、ね、でそれを見ると太陽系では火星、金星、地球って言ってんだよ、うんうん、ね、他の星はね、うん、それでハブタビルゾーン以外のところには生命が誕生しないって言ってんだけど、うん、まず重要なのはさ、水があるかないかのところなんでしょ、うん、ね、酸素もそうだけど、うんうん、そうするとさ、太陽系のハブタビルゾーン以外のところに水があるのはいっぱいあるんだよね、うん、だからそこを考えてると、じゃあ全部ハブタビルゾーンかって言いたい、うんうん、だから宇宙生命の誕生のために水の話をしたいです、うん、酸素とね、はい、で水とか酸素ってのはあのこの宇宙的にはさ、あ、当たり前にあるんだよ、うん、ね、当たり前にあるんだけど、あるかないかでも言ってるのおかしいと、うん、例えばね、太陽系で一番内側の惑星、はい、水星、水の星ね、はい、これには大量の水があることが分かった、へー、氷でね、はいはい、っていうのはあの水星っていうのは潮汐ロックってのがされてて、はい、月と同じでずっと太陽に同じ面向けてんの、はあはあ、だからあの空気はないけどね、うん、あの暑いところは要するにあの400度ぐらいになって、うん、寒いところは氷点下百何十度とかね、200度近いと、うん、太陽に向いてるか向いてないかで全然違うんだ、あ、うん、だから向いてないところのクレーターの影、はいはい、月にもクレーターいっぱいあるから、うん、には水があることが分かってます。じゃあ場所的にはなんかちょうど良さそうな場所があるってことですかね。まあだけど空気がないから滞留しないっていうのは問題だよ ね、 あ、ね、だけど水があればやりようがいっぱいあるんだよ、うんうん、氷点下だろうがなんだろうが、で表の方がすごい高温なんだから、うん、表からあの熱を持ってくる手はいくらでもあると思うんでね、うん、だから水星で生きたい人がいるかどうか知らないよ、生きていたい人がね、うん、だけど水星ですら水があるってことが重要だと思うな、うん、水の組成には酸素と水素ってのは絶対的に来るわけだし、はい、うん、だから結局あの水星に生物がいるいないって言ったら俺はいない可能性が高いと思うけど、うん、それでもあの水で生物を言うのはおかしいだろうっていうふうに言いたいね、うんうんうん、じゃあ金星はどうだったね、はい、金星はハブタビルゾーンにあります。だけど今現状は水はあの基本的には発見されてません、うんうん、あると思うけどね、うんうん、だけど水より重いねものとか窒素とかいろんなものと硫酸とか、はい、ね、そっちの方がクローズアップされちゃう、うん、生き物がいるかいないかって言ったら金星の大気上、要するに地球だって表面はね、摂氏20度とかさよくなるけど、うん、上、 あの上層の方では上の方ではすごく寒いし、うん、ね、あのまたはさ海中の方ではさすごい暑いとか寒いとかあるじゃん、うん、金星の中層ね、要するに大気層ではすごく心地よい気圧と温度を保ってるとかあるわけ、うんうん、だからそこに空中に浮遊している生物がいてもおかしくない、うんうん、で空中に浮遊している生物だったらピンとこないでしょ、うん、でもよく考えてみて、例えばあの水中だってね、うん、浮遊するんだよ、うんね、結局水のそういうあの圧力ね、はい、とあの空気の圧力と空気の方が大きい場合がいくらでもあるわけ、うん、だからなぜだったら圧力が高くなると水は氷になっちゃうから、うんうん、だから金星にだって昔からね生き物がいておかしくないっていうのは理論だったと、うん、まあ地球は言うまでもないね、あのハブタビルゾーンのど真ん中で水もあれば空気もあるから、うん、火星です、はい、これもハブタビルゾーンにあって、うん、当然当たり前ね、はい、だから地球よりも火星の方が本来は、うん、あのハブタビルゾーンのど真ん中で要するに水が存在してっていうところだったんだよ、うん、でなんでなくなったかって水がね、はい、空気となくなったかっていうことはいろんな説があるけど、うん、どれも信憑性がないです、うんうん、いろんなこと言われててでもなくなりました、火星の重力が
少ないからね、空気がみんな飛んでっちゃったんだとかね、うんうん、いろんなことがあります、はい、水も蒸発したとか、うん、そうしたらね、例えばね、遠くの惑星のタイタンとかね、チタンね、うんうん、ああいうのはどうなんだよと、うんね、水星なんかよりも全然でかいさ、相当大きいのに、なんであんなすごいね、地球の何倍もの、ね、大気圧があるんだとかあるわけ、うん、だから火星もそういう意味では生物、いまだにいてもおかしくない、火星は、うん、過去は絶対いたことはね、もうね、うん、さあ、ここまでがハブタビルゾーンです、はい、そこから外、うん、はい、火星の外で準惑星と言われるのでケレスっていうのがありますよ、うん、ケレスまたものはセレスね、はい、昔水金地火木と天海だった当時、はい、明の前ね、うん、実は次の惑星が見つかったと大騒ぎになるんです、大級惑星、うん、それがケレスなんです、うんうん、で小さいんだやっぱりね、小さいって、うん、まあ、もうなかなか大きいんだけど、それでね、小さいのが火星の次に見つかったところ、はい、大騒ぎになった、うん、で現実的には今は準惑星とか小惑星って言われてて、はい、でもそこはやっぱりそこにも鉱物資源から何かいろんなものがあって、うん、水も空気薄いけどもみたいなのもあると言われるようになって、うん、ここだって変な話、人間の移住する土地の一つとしてある意味で火星よりいいと言われてるぐらいだな、うんうん、さあそしてその外、木星の衛星たち、はい、ガニメデとかさ、はい、そういうイオとかね、あるでしょ、はい、そういう四大衛星、うん、これはもうデカさがでかいから、やっぱり水星よりでかい、全部、うん、惑星である水星より全部でかいんだよ、うん、ね、だからそんな奴らにやっぱりさ、空気があることとか、うん、あとは水があることが分かってんのよ、うん、エンケラドスとかね、あれは土星だけど、はい、まあ、とにかくそういうユーロパとか、うん、ああいうところにあると、ここに生物がいないということはないし、絶対ね、うんうん、液体の水があるんだよ、うん、間欠泉が出てね、うん、だからそれを考えたらこの惑星の、ね、中で小惑星じゃないや、まあ、小惑星の部類なんだけど、衛星と言われてる木星の衛星にも全部可能性があって、うん、隣のね、土星、うん、もっと寒い、はい、タイタンは地球そっくりな、まあ、衛星なんだけどね、うんうん、酸素はないけどメタンとかそういうね、対流する意味では同じようなものがいっぱいあって、うん、エンケラドスは完全な水があります、間欠泉が出てて、はいはい、温泉入れます、おだからもしかしてコロニーかなんかでさ移動してね、うん、そういうのをスペースコロニー作ったらエンケラドス温泉っていうのができて、はいはい、そこのツアーができてもおかしくない、ね、昼川エンケラドスとかさ、うんね、エンケラドスヒルトンができてもおかしくないと本当に言われてます、うんうん、さあここまで行くと、そこから外はね、トリトンっていう海洋船のすごい大き衛星があったりするんだけど、さすがに寒い、うんうんうん、だけど少なくとも土星の衛星ぐらいまでは生命の可能性が十分あるということを分かってほしいんです、はい、うん、だからハブタビルゾーンと言われている酸素とかどうだろうとかね、うん、そういうことで生命のどうのこうの判断するのはもう今は違うんじゃないかなと思うね、うんうん、だからもっと言うと変な話だけどプロシマケンタウリ B の、うん、要するにハブタビルゾーンの星なんかも、うん、放射線が強いとかいろんなこと言う、うん、だけど十分すぎるほど生命が生まれる環境を持ってると思ってほしいね。だからね、うん、まあ、一番大事なのは酸素って結構当たり前というかね、うん、基礎元素なんだよね、宇宙のね、うん、酸素もそう、うん、水素もそうだけど当たり前ね、うん、で水も当たり前にあるの、うん、だから例えばオルトの雲って言われてるものすごく遠い、うん、海洋星よりもっともっと遠いさところにあるね、はい、水星の巣というのがあるんだよね、うん、元要するに惑星だった冥王星、うん、ね、それよりももっと遠いところにある、はい、簡単に言うとカウパーベルトより遠いところ、うん、そこから水星がほうき星が新しく生まれてね、はい、でほうき星の組成ってのが水が多い、うん、だそれが地球にぶつかって地球に水を送ったというね、うんうん、話も出てる。最近はそれプラス火星から来たっていうのがあるけどね、はい、だから今言ってるような水があるから生命っていうのはちょっと違うだろうなと、うん、で水に代わるもので生命が生存できるってことも NASA がね昔ねそうやって酸素とか炭素じゃなくてできるもんだっていうんで、うん、研究発表して実際にはタール池でそういう生物が見つかってる、はい、うん、だからこれからのそういう意味ではね宇宙開発の中でやる宇宙の生命っていうのは、うん、ガラッと変わるだろうなと痛切に思いましたね、はい、はい、まあ宇宙の話はね非常にね遠い話から近い話があります。遠いのは地球の表面の上を飛んでる人工衛星、うん、ね、遠いところは銀河系のうんと外、うん、ね、もっともっと外ね、うん、要するに系外星雲というやつの外はどうかとか、うん、要するに宇宙の果ては何だの話になります、はい、だけど宇宙生命の話だったらねすごく近くていろいろ話すんじゃないかっていうのは面白いとかと思うんでね、うん、はい、いやもう今日はねトイレ全部行かないでラジオが撮れそうだってことが嬉しいですね、はいはい、終わったら後でまた行こう、はい、まあそんなわけでね楽しい宇宙の話まだまだしたいことがあるんで別番組で一個やろうと思いますね、はい、はい、
そこんとこよろしくということで、今日はここまでかな。はい、また来週会いましょう。はい、さようならです。さようなら。